日の午後10時半くらいのこと、天気がいい、病気になれそうなほど眩しい日差しの中、することもないから昼と食べていた。でもまあ夏は嫌いかな。猫を撫でながら耳をふてぶかしくつぶやいた。ああ抜け出した猫の後を追いかけて飛び込んでしまったのは何かわった信号機。バッと通ったトラックが君を引きずって泣き叫ぶ。血しぶきの色気に残りと混ざり合っての世界と嘘みたいな影を嘘じゃないとって笑ってる。夏の水色かき回すようなセミの上に全て膨らんで、目を覚まして時計の針が鳴り響くベッドで、今は何時、8月14日の午前12時過ぎくらいを指す。やけにうるさいセミの声を覚えていた。でもさ少し不思議だな、同じ公園で昨日見た夢を思い出した。もう今日は帰ろうか。道に抜けた時周りの人はみんな上を見上げ口を開けていた。なんかしてきた怪獣が君を貫いて突き刺さる。つんざく悲鳴と風鈴の音が木々の隙間だから、周りは悟らしい影を奪う夢じゃないとって笑ってる。暗闇視界に君の横顔笑ってるような気がして、下の10年は特に気が付いていたろ。こんなよくある話なら結末はきっと一つだけ。繰り返した夏の日の向こう、バッと押しのけ飛び込んだ瞬間トラックにぶち当たる。血しぶきの色君の瞳と気にしむ体に乱反射して、もうくわりげな影を見たまま見守って笑ったら、実によくある夏の日のこと、そんななんかどこかで終わった。目を覚ました8月14日のベッドの上、少女はただまたダメだったよと一人猫を抱きかかえてた。